伝書によると大東流の開祖は新羅三郎源義満と言われ、その長男源義清が開元寺武田家の祖となり、大東流を武田家の秘技として代々に伝えたという。甲斐武田家はやがて信玄の他界によって滅び、一族の武田国忠が会津に下り、それ以後藩外不出の乙女流として密かに伝承されてきた。それが世に知られるようになったのは、明治になってから不正室の武人と言われた武田宗閣が全国各地の軍隊や警察を主に講習を行って歩いたからである。2600手以上と言われる大東流柔術は、奥義の段階に及ぶと合気柔術と称し、剣の動きから生まれた柔術、すなわち実践系の武術と言われている。五尺に足りぬ小男と言われた宗閣は昭和18年86歳の高齢で死去、北海道網走の地に眠っている。現在宗家は宗閣の長男武田時宗が継承し、網走市に道場を設け、大東流総本部として全国に3万の門人を有している。この映画は昭和14年に宗閣から免許開伝を受け、主として関西方面で多くの門弟を育成してきた久田隈大東流本部長の指導のもとに制作された。これでターンして、こういったらこんな親指、それから武田先生が一番よくやるのは、今度はこの足を踏み替えて、こう踏み替えて。総伝第五巻からまず25条の2の技、もう一度見てみよう。次は36条の2の技。技の部分をもう一度見てみよう。次に47条の技。54条の技。次は58条の技。細かい動きをもう一度。98条の技。次に117条の技。
今の技の要所をもう一度。総伝第六巻四条の技。十二条の技。次は十五条の技。二十六条の技。では細かい点をもう一度繰り返してみてみよう。総伝第七巻二条の技。十五条の技。この技をもう一度見てみよう。続いて十九条二十条の技。二十八条の技。今度は五十一条の技。別の角度からもう一度見てみよう。総伝第八巻一条の技。もう一度見てみよう。次に十四条の技。総伝第九巻一条の技。技の要所をもう一度見てみよう。次に二条の技。九条の技。次は三十一条の技。
ではもう一度分かりやすい位置から。39条の技。同じ技をもう一度。次に44条の技。50条の技。位置を変えて見てみよう。では51条の技。今の技を別の角度からもう一度。今度は二人を相手にする技である。双殿第五感127条の技。今の技を分かりやすくもう一度。132条の技。双殿第六感23条の技。この技は九殿の奥義である。